大変です。皆さん楽しんでますか？お疲れてんな、おじいちゃん。いや、うちら全然疲れてないよ。言ってるやん。いや、こんな悟り誰やら組んだのって思ったらうちらやった。そうなのよ。ということで、ここで私たち告知しようかなって思ったんですけど、ちょっと告知一旦僕の市場でやめときます。なんでやねん、しんどいだけやないかい。いや、そもそもさ、私たちがさっき言ったように、日本おちゃちゃを初めて東京に誘ってくれたグループなんですよ。で、その時、日本おちゃちゃ、ほんまにこんな言ったらあかんけど、カスみたいなグループで、ほんまに東京のグループに相手にしてもらえへんくて、東京の遠征とかも誘ってもらえなかったんですよね。で、その時、わちゃちゃにとってそもそもなんて、はるか上の方におって、めっちゃ人気やし、集客あるし、パフォーマンスめっちゃいいし、曲も衣装もうちらよりもかなり上やったんですよ。そんな時に、わちゃちゃさん東京来ませんかって言って、誘ってくれたんが、そもそもさんなんですよね。そう、ありがとうございます。うちらはずっとそもそもさんの背中を見て、いや、背中を見てっていうのはすごく悔しいから、肩を並べたくてめっちゃ頑張ってきたんですよ。で、活動休止するってなった時に、うちらはそもそもさんに絶対帰ってきてってライブで届けたんですよね。じゃあ帰ってきてくれたんよ。じゃあマスカード新体制でさ、ほんで新衣装公開ってさ、めっちゃ大事に日にさ、また誘ってくれてさ、またそもそもがさ、うちらよりもさ、はるか上に行こうとしてるわけよ。でもうちらそれめっちゃ嬉しいこともあんねんけど、やっぱ悔しいこともあるんよね。だからそもそもとこれからも肩並べてって言ったら言い方がね、後輩として良くないかもしれないけど、そもそもさんとずっとずっとこのアイドル界隈、いや日本やな、日本を盛り上げていけるようなグループになりたいなって思ってます。これからそもそもも日本おちゃちゃもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここで新歌劇やるんで来てください。一気にクオリティに、ライブじゃないのに新歌劇、新歌劇するんで来て。それでは私たちが最後に大切にしてる曲、皆さんでサビで一緒に手を挙げて一緒になりましょう。そもそもさんにつなげれるライブにします。最後の曲聴いてください。